初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和4年6月30日の夕方から夜にかけてツイッターのトレンドに見つけたのは、フジテレビと底辺系、底辺だではなく底辺、下の方の底辺系でした。その日の夕方放送のフジテレビのニュース風情報バラエティ番組イットにて、底辺の仕事ランキングに批判、不快悲しいの声受け削除、すべて大事で必要なのに…とテロップを入れた、そんなコーナーがオンエアされていて、これをまとめサイト燃えるアジアさんが紹介し、いわゆる炎上案件になっていたんです。フジテレビのイットの何が問題かというと、その底辺系と設定された現場に恐縮ですがとばかりに取材に行って話を聞いているところにあります。どのような職種かざっくりとだけ例を挙げておきますと、プップーでおなじみのトラックドライバーさんだとか、道路をきれいにしていただく人とか、あるいは保育士さんなどです。繰り返しになりますが、論旨としては全て大事で必要なのにというところでまとめられてはおりました。それではなぜこれがネットでザワワワと炎上したのかというと、この出発点となったのはとある関西方面の就活サイトでした。その就活サイトのネット記事において、同じく底辺系として紹介されたので、底辺系とは何事だ、いかんあかんと炎上し、その記事はもうすでに削除して取り下げられているんです。私も元記事の騒動は確認しておりましたが、 PV 稼ぎの煽り系のネタというのが炎上するというのはネットではよくある定期便のような話です。場合によってはその記事を書いたところ致命傷のようなダメージを受けますが、表現の自由というのは野放しじゃありません。ただそれをわざわざ捕まえて拡大再生産するということは、その底辺系とレッテルを貼られたお仕事をしている人たちに対して二次的な被害、いわゆるセカンドレイプのような状態になってしまうので、私この記事知ってはいましたが、わざわざ取り上げて拡散することはありませんでした。フジテレビの何が問題だったかというと、ネットにおける小さなボヤ的なみたいなぽいものを、日本社会の共有財産である放送電波を使って日本全国津々浦々に拡散したことです。これは底辺系として紹介されてしまったお仕事についている人にとっても、元々の就活サイトの記事取り下げたところにしても、誰一人メリットのない公共の電波を使ったいわゆるセカンドレイプであったり、パワハラ案件なんです。だからすかさずネットでは、底辺系ですか、それはテレビの自己紹介ですかという批判の声にあふれ返っておりました。その出発点となりました就職活動を支援するいわゆる就活サイトの騒動を J キャストニュースがまとめていたので、そちら紹介させていただきます。記事の冒頭では、何を底辺職だと思うのかは人それぞれだとし、一般的に底辺職と呼ばれている仕事は社会を下から支えている仕事です、そのような方がいるからこそ今の自分があるのだということに気づきましょうと書かれている。12種類の職業を平均年収とともに紹介しており、各職業が底辺職を扱いされる理由について述べつつ、社会にとって必要な仕事、必須の職業などと擁護した。記事はこの後その職業の一覧に入るんですが、ここで改めて取り上げることによって、フジテレビと同じ迷惑の実効再生産数を上げてしまうので、ここでは取り上げませんが、その12個上げた職種のうちこの私5つ経験済みです。この記事の狙いというのは、底辺職、底辺系というのはお給金が安い、いわゆる 3K のようなきつい、厳しい、汚い、ただこれを裏返せば底辺ではない、上級国民になるためにはより良いお仕事をうちの就活サイトで見つけてくださいねという悪巧みがあったと思われます。これ一種の比較広告の方法で、タイアップ記事だとか記事広告でも使われている手口なんです。なぜなら底辺とそれ以外と分ける二項対立というのは分かりやすいんです。フジテレビイットとしては、その就活サイトに対していかんあかんと上からまさんだよ、叱りつけるという狙いがあったという言い訳をするかもしれませんが、しかしフジテレビのやったことは、いわば本人の預かり知らぬところで、多分それからも一生気づかないようなところで言われている陰口を、ほらほらオタクのねお仕事こんな陰口言われていましたがどう思いますかと、わざわざ店に行っていたのがフジテレビイットということになるんです。これは言葉の放送によるパワハラのようなものです。なお就活サイトが掲げた底辺系底辺職というのは、
新型コロコロニュータイプでクローズアップされたエッセンシャルワーカーやキーワーカーと呼ばれる社会を支える大切なお仕事です。ありていに言えばテレビが停波しても命に別状はありません。しかしトラックを運転するドライバーの皆さんが一斉にお仕事やめたとやれば、その瞬間から物流は滞り、まさに生き死にの話に直結します。だからネットの皆さんはフジテレビを盛大に批判したんです。フジテレビと言葉によるパワハラ的なみたいなっぽいものを重ねた時にピコーンと思い出してしまうのがロシアによるウクライナへの侵略です。フジテレビの目障り8、目覚まし8では、侵略当初ウクライナの国際政治学者グレンコ・アンドリーさんをリモート画面で招き、同じくプロコメンテーターとして八面六臂の大活躍をされております橋本徹さんも、こちらもまたリモート的な画面で結びました。グレンコさんにおっしゃったのは、一旦ロシアに国土を明け渡してプーチンさんがね、いなくなってからトコトコトコと戻ればいいんじゃないの的なお話でしたので、論死においては全面降伏です。祖国が蹂躙されているウクライナの人に対して、祖国を明け渡せと絶対安全圏にいるコメンテーターが、しかもリモートなんで文字通り絶対安全圏にいる、そんなプロコメンテーターが外国の方を叱りつける構図というのは、外国の方へのパワハラ同然でした。そして今回は割愛しますが、同じくウクライナのナザレンコ・アンドリーさんへの SNS での絡みつきも以下同文です。そして私は言論の自由は認めます。ただそんなプロコメンテーターをフジテレビはとりわけ多くいろんな番組で使っておりました。ところが参院選が近づいてくると急にお休みされているんです。一部ネット民やネット系の有識者の中には、あの上海ハニーフラッシュによって降板させられたとキャッキャッとね喜ぶ、あ、心配される声も確認しております。ただ彼は、彼が大変関係の深い維新の会絡みで選挙があると、番組をテレビ番組をお休みする癖がある方です。ただそうした政治的傾斜あるいは政治的な色が明らかな人物に、日頃政治を語らせるどころか政治家を上から目線で叱りつけさせているのがフジテレビということになるんです。政治などまさに意見の分かれる事柄です。放送法は多様な見解を可能な限り紹介するように定めております。なのに特定の思想心情というか色というかがついている人物の独演会を事実上許していたということになります。これはフジテレビの放送法違反がある意味において確信犯だったという鍵括弧付きの証拠となります。しかも維新の会はもはや泡沫政党なんかじゃありません。世論調査においては野党第一党になっております。そうは言っても他のニュースやワイドショーでも偏ってる番組多いじゃないかという反論があるかもしれません。しかしそれらの番組は選挙が近づいていかんあかんの批判のトーンは抑えられたとしても、偏ったコメントをするコメンテーターそのまま出演し続けております。同じ出演者が出続けることによって、政治的なの変更ないんですよというアリバイ作りに成功しちゃってるんです。そしてフジテレビにおいて違反と言いますと、やはり外資規制違反があります。外国人や外国法人の株式保有割合がなんと 35% 超えちゃっているんです。テレビ界隈は議決権がないからギリギリセーフなんてね言い訳を用意しておりますが、より問題なのは番組のスポンサーが野放しになっているところにあります。日本のテレビのコマーシャルは構造上長らく大手広告代理店がその枠を持っていて、大手広告代理店とスポンサーがつながる形になっておりました。テレビ広告を出したいスポンサーさんに視聴率、視聴者層、また時間帯などを広告代理店が提案するので、スポンサーの皆さんというのは番組内容に口を出せない、あるいは番組を選べないなんてね、そんな説明もありました。白がこう言ってます。八代事件、さすがにスポンサーも番組単位では選ぶとはいえ、番組内容に口を挟めないというのがこれまでの設定、テレビ業界の設定だったんです。ところが実際には CM を取り下げることで抗議が可能だということを白日のもとに晒したのが TBS 昼帯の八代事件なんです。
八代事件とは、番組のレギュラーコメンテーターの八代英輝弁護士が日本共産党に対する日本政府の公式見解をいささか舌足らずで伝えたこと。これに対して番組のスポンサーがセレブセレブセレブとなりました。これもあったか、番組のレギュラーコメンテーター八代英輝弁護士、同じ週に2回も生放送でごめんなさいという公開謝罪をしなければならない、いわゆるネットスラングでいう公開処刑に遭いました。だからスポンサーが番組に口を挟めないなんていうのは口から出まかせではないかという疑惑が。千田君、そもそも論でスポンサーのご意向がなんていう話、テレビが最も輝いていた昭和時代から繰り返し伝えられてきたことです。もちろんテレビの影響力が強かった時代、そのスポンサーの要求をピッピと跳ねのけることもできたなんて武勇伝がある時点でスポンサーの影響はあったということです。そしてそれを象徴したのが TBS 昼帯の八代事件です。さらに橋本徹さんとフジテレビを重ねた時にプクプクプクっと浮かび上がってくるのが上海電力です。最初は日本企業が入札していたのに、結果的に中国系の上海電力が大阪の先島でメガソーラー事業を始めたこと、これに疑惑がという話じゃありません。日本の社会インフラを使って、あるいは日本国民が賦課金という負担をして、その負担が中国どこかの仮想敵国の利益になっているんではないかという構図構造の話です。というのはフジテレビはスポンサーだとか外資規制とかの前に、中国のバイトダンス社と戦略的パートナーシップ関係を結んでいるんです。バイトダンス社とはショートムービーアプリ TikTok の会社です。フジテレビは TikTok と様々な番組でコラボし、自分のところの女性アナウンサーに TikTok で番組を持たせたりとかしております。そんなフジテレビと中国の蜜月な関係の中、日経新聞の令和4年6月30日の記事の冒頭を紹介します。アメリカの通信政策を担うアメリカ連邦通信委員会、これを FCC と言いますの委員が、安全保障上の脅威を、大切なことなんで2回います、安全保障上の脅威を理由に中国発の動画投稿アプリ TikTok をスマートフォンのアプリストアから削除するようアメリカの Google とアメリカの Apple に要求していることが29日までに明らかになった。要請に応じない場合は7月8日までに理由を回答するように求めている。またアメリカのネットメディアバズフィードでは、中国側の技術者エンジニアがアメリカの TikTok ユーザーのデータに繰り返し繰り返しアクセスしている、そんなことも報じていたようです。アメリカの方で TikTok いかんあかんというのは数年前から言われていたことです。米軍では早い段階から使用禁止になっております。そんな TikTok を積極的に宣伝し、戦略的パートナーシップを結ぶフジテレビはこういうことでしょうか。永遠にトレンディーなフジテレビは、公共の電波使って俺 T 品でとパワハラをして、そして上海ハニーフラッシュからのエレクトロニカルパレードでチャンチャララン、チャンチャンチャラシュンチャンってね、中国奥様がね、たくさんお金をくれるで、うしっしっしっいろんな構図がバレました。と、冗談はともかく、フジテレビのニュースイットという番組が、日本社会のインフラも支えてくれているエッセンシャルワーカーを、低品系だと紹介した、その企画が放送されたのが午後6時ちょっと前です。電力逼迫のピークタイムです。この夏の電力需要はまだまだ厳しい状態。まずはお台場にあるテレビ局が夕方だけでも消えたやったとすべきなんじゃないかななんて考える週末でございます。職業に規制はありません。我々はお互い様の精神を持ち寄って、エッセンシャルワーカーの皆様に感謝しつつ頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを今くってのメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交、安倍晋三完全勝利説という物語ならに、モルゲソヨと答えたんですが、モルゲソヨかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だって、あなたに会えたから。と、番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですが、じゃんけんタイム。みやちゃん、じゃんけん、じゃんけん、チョキ。私がチョキなので、グーを出したあなた。グッジョブ。おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた。違いますね。あなたと私で、123のトリプルピース。そしてパーを出したあなた。さよなら、さよなら、さよなら。淀川長春かーい。それでは、本当の、バイバイ。